ったということで、杉入れです。でもね、ファイターズを選んで、ね、入ってくれましたからね。これも折れたか。一塁、今日はファーストアリゾノです。力強いですね、まっすぐ。はい、ね、フルカウントからまっすぐ151キロ。今度は素晴らしいコントロールでした。つけるか。速いボールで空振り三振。最後は153キロ。この時どうかですよね。最後は抜いていきました。空振り三振。やっぱこうリズムを、ね、少し変えたりするので。バットを折りました。レフトの前、宮崎を抑えています。いや、バットがショートの、空振り三振。最後のボール、チェンジアップですね。いいところからやっぱ落としますよね。はい、キロ以上計測しています。空振り三振。最後は田中さんおっしゃった通り、三振で締めました。スン入れです。さすがですね。北浦1回無失点、スン入れ2回無失点ピッチング。余裕を持っていきたいところですよね。焦らず。外角低め、三球三振、150キロのストレート。いやー、ね、いいとこ決まりましたね。外角低めですね。はい、ショートゴロ、ゲッツーコース、6-4-3と渡りました。ダブルプレイ。まあ、これからまっすぐの軌道に見えているということですか。そうでしょうね。やっぱ腕の振りがやっぱいいんですよね。ここもスライダーで落としていきました。三振です。今日ホームラン。おお、ここはまっすぐ伸びのあるストレートで空振り三振を取りました。三振です。バットが回っています。そして一塁はどうでしょうか。懸命に走りますがアウトになりました。三振。最後はいいコースに曲がっていきました。高めのボール叩いてピッチャーに当たった。拾い上げて杉入れ、ピッチャーゴロでワンアウト。変化球、空振り三振。スリーアウトになりました。空振り三振、タイミング合いませんでした。最後はちょっと変化球浮きましたけれども、抜けた分ね、はい、あの太田大志の方がちょっとタイミングをずらされた。19歳と37歳のレジェンドですね。見逃しの三振、手が出ませんでした。三球三振、陽大館。スンイレー、さあ追い込んだスンイレー。かーいいボールが最後落ちていきました。佐藤拓実から落としてきた。空振りの三振、ツーアウト。まあ、今のはもう完璧ですよね。抑え方、追い込み方、この追い込んでから